おはようございます、岡崎さん。見てください、私の最新作。これはもしかして。ゴールデンウィークを費やして開発したヒトデパンです。クリームパンもジャムパンも全部このデザインにしたんですよ。どうですか、ご感想は。最悪だと思いますけど。秋尾さんと同じリアクションですね。おっさんは焼き上がると同時に店を出て行きました。最後の言葉は、サナエ、お前は最高に可愛いやつだ、しかし焼くパンは最悪だでした。私さっきまで泣いてましたけど、これからは一人で頑張らないとって思って立ち上がりました。というわけですから、岡崎さん、お一つどうですか。いらないっす。秋尾さん、やっぱりサナエ一人では無理でした。悟るの早いっすね。好き通る夢を見ていた、柔らかい永遠、風のようなかすかな声が、高い空から僕を呼んでいる。私、秋尾さんを探しに出かけます。渚と風子ちゃんは中にいますから。おはようございます、岡崎さん。早苗さんはどこですか。今電話があったんです。おっさんを探しに旅に出た。どんな電話だったんだ。はあはあって荒い息がして、好きだ好きだって繰り返してました。それいたずら電話じゃないのか。でもヒトデパンだけはマジやめてくれって言ってました。おっさんか。ふーちゃんが名前を言ったら悲鳴を上げて切っちゃったらしいんです。そりゃ娘の友達に愛を語ってたんだからな。これはフー子を閉じ込める結界。何の話ですか。見ろ、我に帰るたびに視界に飛び込んでくる無数のヒトデを。それによってフー子はまた無双の世界へ飛ばされてしまう。このまま放っておいたら、フー子の封印は半永久的に解けない。そして何百年かの時が過ぎ、進化したアジン類が人を制する時代、一人の旅人が廃墟と化した古川家を目指していた。伝説の人手使いよ、俺たち人間に力を貸してくれ。入れよ、グーコー。売れなさそう。いえ、とっても面白いと思います。そのお話もっと聞きたいです。冗談だ冗談。つか、このままだと冗談じゃなくなりそうだ。お、岡崎さん、何を。後で金払うから。いえ、そういうことではなくて。こないだ失敗したからリベンジだ。ふーこ、今鼻が変でした。そうか、そりゃ不思議だ。しかもなぜか喉が潤ってます。よっしゃ、今度は成功だ。岡崎さん、これどうぞ。
毎日毎日よくやるな。もう学校の半分くらいの人には声をかけてます。あのすいません、これどうぞ。何これ。私やっぱりふーちゃんといぶき先生を会わせてあげたいです。こんなにふーちゃん頑張ってるんですから。私美術室に行っていらない木をもっともらってきますね。それなら俺も一緒に。岡崎さんはふーちゃんを見ててあげてください。おい古川、ちょっと待って。なんだ。助けてください。岡崎さんみたいな人がたくさん追いかけてくるんです。見たいって、その本人に助けを求めるのか。お前は背に腹は変えられないです。それが助けを求める態度か。ふーこちゃん、ふーこちゃんのお友達ですか。違います、敵です。ややこしくなるようなことを言うな。僕たちふーこちゃんのファンクラブを結成したいんです。ファンクラブ、あるいは親衛隊とでも言い換えましょうか。ふーこちゃんの自分の彫刻をいろんな人にプレゼントするという行為に心打たれましてですね。お姉さんの結婚式を盛り上げる手伝いをしたいと、そう考えたんです。だってよ、いらないです。それでも努力します。すぐに認められるとは思ってませんでしたから。無駄だと思うぜ、こいつそういうのに心動かされるタイプじゃないから。それじゃあまるでフーコがクールでワイルドな人みたいです。フーコどちらかといえば人情を重んじるタイプです。お前俺にはめちゃくちゃ不愛想だろ。僕たちいつかフーコさんに信頼してもらえるように頑張ります。僕らフーコちゃんに惚れてしまいましたから。フーコちゃん、お兄様、それでは失礼します。兄弟だと思われてるぜ。最悪です。こっちのセリフだ。確かに人手を受け取るやつは少しずつ増えている。しかしまだ全校生徒の何分の1でしかない。そこでもうすぐ創立社祭、毎年5月にある小さな学園祭みたいな行事だ。今どのクラブもその準備で大忙しなんだ。当日は生徒も浮かれてるし、外からの客も来る。このチャンスに配りまくれば結婚式に出てくれるやつも増えるだろう。どこのデパートの営業会議？あ、髪の色が変な人です。相変わらず失礼な子だね。せっかく手伝いに来てやったのに。篠原さんもお手伝いしてくださるんですか？それは心強いです。お前本気か？もちろん、渚ちゃんにはごますっときたいからね。てなわけで僕も仲間に入れてもらうよ。いりません。じゃあな篠原。冷たすぎませんか、あなた。変な人は変なことしそうだから困ります。岡崎さんを見ているとそれがよくわかります。俺も一緒かよ。よし、それならお前僕と勝負しろ。篠原さん、喧嘩はダメです。そうだ、またダストシュートに蹴り込まれるぞ。違う！っていうか僕が負けるのは確定ですか？彫刻で勝負ですか。それならスポーツマン精神にのっとっているからいいと思います。スポーツじゃないだろこれは。僕の方がうまく掘れたら仲間に入れてもらう。負けたら潔く諦める。それでいいね。よし、テーマはヌエだ。ヌエ。頭は猿、胴体はタヌキ、尾は蛇、手足は虎に似ていると言われる怪獣だよ。頭は猿で、胴体は犬で、好物はきびだんごですか。好物の話なんて一瞬も出なかったぞ。まあいいや、用意ドン。岡崎さん、ヌエって動物園に行けば見られるんでしょうか。いるわけないだろう、昔話に出てくる生き物だよ。そうなんですか、本当にいるのかと思って見たくなってしまいました。はあ、アホだらけだこの部屋は。できました。はやっ、マジかよ。ってこれは。あ、これのどこがヌエなんだよ。フーコとしてはこれが精一杯でした。グッジョブだフーコ。課題と違うのを掘ったら0点さ。勝ちはもらったね。試合放棄、フーコの勝ち。ちょっとは心配しろ。篠原さん、早く保健室へ。創立社祭に伊吹先生を。はい、伊吹先生をお呼びして二人を会わせてあげられたらって思うんですけど。なるほど、
明暗かもしれない。ウコ、俺たちちょっと用事ができたんだ。先に家に帰っててくれるか。私たちもすぐ戻りますから。ちゃんと一人で帰れるかな。きっと大丈夫です。ふーちゃんもう大きいんですから。つーか、あいつ俺と同い年なんだけど。私たちなんだかふーちゃんのお父さんとお母さんみたいです。あ、なんでもありません。忘れてください。あ、吉野雄介。お知り合いですか？雄介ってひょっとしてあんたがコウコさんの婚約者か？そうか、あの人の教え子か。はい、1年の時とってもお世話になりました。コウコさんを創立社祭に誘おうと思って来たんだよ。見せてあげたいものもあるし。きっと最高に楽しい一日になると思うんです。うん、そいつはいいな。賛成していただけますか？あ、行くか行かないかはあの人次第だが、そういう話を聞くだけでも気が晴れると思う。頼む。創立社祭に？でも私は3年前に退職して、知っている生徒は渚ちゃんだけですし。あ、でも知り合いの先生はいるでしょう。模擬店とかも出るし楽しいですよ。いらしてください、ぜひ。そうですね、ええ、行くことにします。事故に遭う前、妹と約束してたんです。入学したら一緒に創立社祭に行こうねって。妹の分まで見て回って、病院で話を聞かせてあげたいです。きっと喜んでくれます。お前動揺しすぎ。すみません。でも渚ちゃんどうしました？多分トイレでも我慢してるんでしょう。そうなんですか？うちのトイレ使いますか？失礼します。お前めちゃくちゃ不自然だったぞ。すいません、こらえきれなくて。婚約者の方、優しそうな人でしたね。ああ、風子と伊吹先生を合わせれば二人の関係がはっきりする。お姉ちゃんに風子の声は届くでしょうか？いよいよ今日ですね。いくらなんでも頑張りすぎだろう。昨夜も徹夜で掘ってましたから。無理やり起こして連れてくのもな。結局これしかないか。文句言うな。てめえも男だったら女の一人や二人お手玉感覚でホイホイ運べよ。無茶言うなよ。頑張ってくださいね。はい、ほんじゃ行ってきます。ふーちゃん、寝心地良さそうです。起きた途端最悪ですって言われそうな気がするぞ、俺は。岡崎さん、そんなにふーちゃんに嫌われてないです。岡崎さんといるとふーちゃんとても楽しそうです。こいつももう少し他人に気を許せばいいのにな。いつも小動物みたいに警戒してさ。ふーちゃん、頑張ってると思います。伊吹先生もふーちゃんが一生懸命な姿を見たらきっと喜びます。あ、そうかもな。それでみんなで結婚おめでとうって言いましょう。ああ。起きたか、ふーこ。岡崎さんがふーちゃんをここまで運んでくれたんですよ。そこはかとなく最悪です。見ろ、やっぱり言われたじゃないか。いえ、そこはかとなくですから、そんなに悪くないという意味だと思います。微妙なフォローだ。すいません、反射的に失礼なことを言ってしまいました。わざわざそこはかとなくをつけるあたり結構考えて言ってたと思うぞ。おぶってもらっていたからでしょうか。とても不思議な夢を見ました。どうせ人手だろう。はい、人手と一緒に浜辺で遊んでました。おい、ふーちゃん、やっほー、岡崎最高。
そして風子の手を引くんです。お前一人で何やってんだ。今日は人手祭りだぞ。で、人手祭りって何ですか。俺が知るか。でも楽しそうです。学園祭ではあそこに立てるといいな。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます、ふーちゃん。これ全部皆さんが作ったんですか。はい、少しでもふーこちゃんの力になりたくて。買ってくださった方には風子ちゃんのお姉さんの結婚式について説明するつもりです。お前らのセンスも早苗さん並みだよ。風ちゃん、しょうのないやつだ。目が覚めた。風子ちゃん、その服とっても似合います。風子、いつの間にこんな世界に来てしまったんでしょうか。ぼーっとしてたから連れてきたんだ。可愛らしいですよ、ふーちゃん。 D 組と E 組の合同企画よ。委員長同士が双子のよしみで有志でお店をやることになったの。お客さんにプレゼントすれば自然に受け取ってもらえるんじゃないでしょうか。私もお手伝いします。人手不足だそうですから。人手が不足してるんですか。そっちの人手じゃない。お待たせしました。あ、どうも。どうぞ。これ、何。あ、コースター。違います、コースターじゃありません。ふーちゃん、一生懸命です。お前も結構様になってるじゃないか。はい、やってみると結構楽しいです。ウェイトレスさん、どうぞ。今のがふーこちゃんでしょ。お姉さんの結婚式のために頑張ってるって。一生懸命で可愛かったね。今日は順調みたいだね。あいついつの間にか有名人になってたんだな。だってあれだけ毎日頑張ってるんですから。私、ふーちゃんに教えられました。ん？私もふーちゃんを見習って演劇部に参加してくれる人を根気強く探します。そして学園祭には絶対にみんなで参加します。僕も手伝うよ、愛する渚ちゃんのためにさ。ん？どさくさに紛れて何言い出すんだ。ふん、僕の気持ちは真剣だよ、渚ちゃん。角原、あの子フリーみたいだぞ。え、どこどこ。ねえねえ、そこの君、案内してあげようか。あいつの真剣は1秒しか持たないのか。あの、本当に結構ですから。ずれないな。ねえ、君どこの学校。どうか、気をつけろ。お、うん、どけよ、あの子行っちゃうだろ。どかないなら腕づくでも通るぜ。身の程知らずめ、消え失せろ。その蹴りは智代か。智代さんっていつかバイクの人たちをやっつけた。パトロールのボランティアだ。騒ぎに紛れて不埒な真似をするやつがいないようにな。だからってなんでそんな格好で。私は一部で有名人だ。顔を晒すと絡んでくる者がいるかもしれない。あの、よかったらどうぞ。私にか。はい、プレゼントです。本当は受け取らないんだが、こういうものは。でも手作りみたいだからな。同性から贈り物をされることは多いが、手作りはなかなかない。ありがたくいただこう。優しい人です。あの、角原さんは。ほっとけ、もう復活して別の女の子ナンパしてるだろ。あ、三井さん。ずっと続けてたんですね。よかったらどうぞ。
お姉さんの結婚式はいつなんですか？まだ決まってないんです。そうですか。テスト前とかじゃなければいけるかもしれません。それじゃあ、頑張ってくださいね。よかったですね、ふーちゃん。はい。こんにちは、ココさん。先生、来てくださって嬉しいです。こんにちは、渚ちゃん、岡崎さん。ごめんなさい、少し遅れましたか？いいえここに来るのも久しぶりだったからちょっと緊張して。場所は変わらないのに、なんだか違う学校みたい。知らない生徒ばかりだからですねだからさっきはほっとしたんです、お二人を見かけて。え、二人？え、会えないから、声が届かないから、フー子はこうしてるんだと思います。他に何もできないから。あの、どうかしましたか？渚ちゃん、岡崎さん。団子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 大家族、やんちゃな焼き団子、優しいあん団子、みんなみんな合わせて百人家族。赤ちゃん前と渚ちゃんが行っちゃった後、妙なことがあったんだよ。動物のことはあまり詳しくないもん。受けて立ちます。それ単なる嫌がらせだぞ。